はい、というわけで今から展開でございます。ありがとうございます。あ、はい、どうですか今回のイベントは。今日はね、楽しかったねね、春馬かわいい。どうでした今日のイベントは。いやー、まあ、みんなね、盛り上がってくれて楽しかったです。はい、ということで、ゆみきさん、なんですか、ゆみさん、はい、今日のイベントはどうでしたか。100点ですかね。お、ゆみきさんのドアップがはい、OK でーす。ちょっと春馬、春馬来て、山本君来て。春馬ちょっとなんか撮れそうな映像、あ、じゃあ行きましょう。今日は続いてバトルボーイズの皆さん、自己紹介仙台メンバー、はい、リジンです。セナです。春馬です。山田です。小原です。ギナと朔太郎です。はい、なんか仙台のおすすめの料理とかなんか何、そう、俺初めてだから。え、ちょっとさ、本当に食べてほしいもんだけど。何、あの、仙台の予想ついてる駅のさ、ひょうたん揚げ言うね、お前ひょうたん揚げ、ひょうたん揚げ、この駅食べて。あの場所ね、どういうかまぼこあんじゃん、あれと同じ材料なんだけど、それをかまぼこひょうたん状に形を作って、それで揚げたっていうやつ。はい、なるほどね。で、それの場所が2階中央改札っていう、本当に細かい改札があるところにあるんや。細かい、そこの左側行ったところにひょうたん揚げ屋さんっていうのがすごいして、シュート美味しいから。シュートシュちゃん、はいはい、シュちゃん、シュちゃん、おすすめの食べ物ある。おすすめの食べ物、はい、の中の方でグリーンセット、ハギの好きの、ハギの好きって、そうだよね。そう、あれ凍らすとめっちゃやばいらしい。嘘、食べたことないけど、いや、めっちゃ美味しい。ガチ美味しい、美味しい、美味しい。皆さん、ハギの好きじゃ食べれたらよかな。以上、バイバイ。バイバイ。ホテルの方で、はい、の中